皆さん本当に、あやば、早かったね。早いね。早いね。泣かないの？泣かないの。珍しい。物足りな、物足りな。楽しかったの方が多かった。めっちゃ楽しかった。そうだね。良かった。楽しそうだった。しりちゃんが楽しそうで何よりです。何よりです。今日ということで、はい、ちょっと待ったー。さあ皆さん前へお座りください。何？メンバーも前に座ってください。でみんなも座ってね。スタッフさん準備お願いします。メンバーみんなちょっとだけ、ちょっとだけ喋ってていいよ。なるほど。あ、言うの？言っちゃった。なんかこういうパターンは初めてじゃない？初めてだよね。わなんかずるくない？自分が泣いてないからってさ、うちらのこと泣かせに行きようとしてもう見えなんて半泣きだしさ早いわ。早いんだけど、どんな始まった時から泣き出したよね。スイッチ入った、泣くスイッチ入っとったもんね、みゆね。自分のじゃないマイク。ごめんね、変わっちゃった、ごめん。でもね、これ多分私たちが数日前に感じた疑問がここで解けるね。確かに。そうだね。宇宙物の疑問が ね、 ね、レッスンの時にさ、そう、ね、なんか大きい荷物持ってたよね。そう、なんかネイル行ったんですけど、この間、うん、なんかゆりさん来てくれたんですけど、なんか背負ってたんですよ。バレててくさ、彼女が持ってるブツかな。そうだな。でもなんか、じゃあ嘘ついた。だってさ、ノリで買ったって言ってたじゃん。買う気満々だったんじゃん。あ、ほんまや。ほんまや。急に持ってきて。しかもさ、ノリで買った割に引けてたもんね。確かに。聞いたの、聞いたんだ。聞いたわ、聞いてた。伏線貼ってた？伏線貼ってたわ。回収された。うわやるやん。なんか、かっこいいじゃん。ダンスじゃないさ。男の子だったら付き合いたいな。男の子だったら。ギルピピアノも弾けるもんね。多彩だね。そう、あれだよね、器用だよね。何、ね、うん、でもできるよ。確かに多彩だね。ゆりちゃん何でもできるよ。だからなんかさ、教えてって言えばいいんだよ、ゆりちゃんに。なんかゆりできないことないの？できないこと、うん、どっち勉強とか言われとるよ。勉強はできる。静かにすることじゃない。ああ。静かにすることか、確かにできねえわ。でもゆり一人の時結構静かか、うるさいかの0100やね。でもさっき一人なのにさ、お腹痛い、お腹痛い、お腹痛い、何にしろやーとか急に言われたね。違う、動画撮られたってメンバーに勝手に。さあちょっとだけね歌いたいと思います。本当はね、あの曲を作ろうと思ったんです。でもちょっとゆりの頭じゃ無理だった、ごめん、ちょっと無理だった。でも今頑張ってて、ちょっと歌詞はできたの。でもどうしてもメロディーが出てこなかったから、またね、できたら何かであげたいなって勝手に思ってます。今回はハニーワークスさんだらけだったんですけど、ソロ今回もハニーワークスさんの送る歌、送り歌っていう曲の、なんか本当は卒業の歌なんだけど、それを替え歌にしました。どうか、あー大丈夫かな、大丈夫かな、大丈夫だよ、楽しみにしてるよ。すごい練習してきたので、どうか心に響いてくれたら嬉しいなって思います。聞いてください。
みんなへ。メンバーのみんな言えなかったことを今日は手紙にしてみました。初めて会ったあの日のレッスン、これからの希望に期待膨らんだね。どう太陽のような遠い存在で大きな不安が押し寄せ、押しつぶされそうになった時はみんながいつも助けてくれた。今度は私が支える番、組んだんだ時代も一緒に歩いてゆこう、笑顔で乗り越えよう、これからもよろしくね。ありがとう友達、ありがとう家族、ありがとうプリスパ、大好きなんだ。ありがとう運営さん、ありがとうメンバー、愛してます。今日のライブで自分が一番伝えたかったことを今から歌にしていこうと思います。どうか皆さんの心に響きますように。未来のみんなが忘れないように、この歌みんなに歌います。この歌を通して、ちょっと待ってね。
私たちはいろんなことがあってめっちゃ楽しかったし嬉しかったし、でもその反面辛かったことも悲しかったこともあるんですけど、でも忘れず前を向いてみんなにも歩いていってほしい。これまでの人生にもいろんなことがあるかもしれないけど、忘れず前を向いて歩いてほしいって思ってこの歌にしましたです。締め方わからない、どうしたらいいです。そういうこと、そういうことです。ごめんなさい、ありがとう、ありがとう、本当にありがとうございます。もうこんなにね、なんかね、もう途中からみんなのね、泣いてる声が聞こえて、あ、もう優勝だわと思っちゃって勝ったーと思ったんですけど、心に何かが刺さればいいなって思って歌いました。本当に今日は皆さん、黒崎ゆり YYHBD のライブにお越しいただき本当にありがとうございました。ありがとうね、ありがとうね、なんで私連れてからって。はい、ということでゆりからの逆サイパラ